月には群くも花には風とおぼろみに隠れた焦燥SRS です。今回は第3回たった13年間だけの終着駅壁駅ということで、壁線壁駅を生贄元いネタとして進行します。ではレディーゴー。今日も JR 西日本広島駅をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお知らせいたします。壁駅は広島県広島市安佐北区壁2丁目にある JR 西日本壁線の駅である。2003年12月1日から2017年3月3日までの13年3ヶ月の間は当線の終着駅であった。第1章歴史。まず壁駅の歴史について軽くおさらいしよう。かつては壁線の電角間と非電角間の境界駅であったが、非電角間が2003年11月30日限りで廃止され、文字通り命がけで一時は終着駅となった。しかし2017年3月4日に壁線の当駅から秋亀山間が開業したことにより再び途中駅となった。1911年7月13日、大日本軌道広島支社線が太田川橋停留場から延伸し、その終着である壁駅として開業。1936年10月13日、壁線が秋井室駅まで開通、途中駅となる。1987年4月1日、国鉄爆発により JR 西日本が継承。2016年12月18日、新2番乗り場の使用を開始。91、2番乗り場の使用を停止し、3番乗り場を1番乗り場へ改番。実は、実の12月17日、ウプ主は壁駅に乗り込んで記録しておいた。2017年3月4日、壁線の当駅から、秋亀山駅間が開業し、再び途中駅となる。このダイヤ改正で当駅始発、当駅止まりの運用が消滅した。ウプ主は2、3月に、壁線壁駅をひしこえて記録しました。第2章、駅改良工事。2016年12月17日までは、単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を持つ地上駅であった。壁線延伸のための駅改良に際し、島式ホームの片側であった旧3番乗り場が解消され、現在の1番乗り場となった。なお現在の2番乗り場は、駅改良前にはホームのない側線であった旧4番線にホームを新設して設けられたものである。駅改良直前の時期には、大半の列車は旧2番乗り場から発車していたが、朝番の一部の列車は旧1番乗り場や旧3番乗り場から発車するものもあった。
なお三段橋方面廃止前から旧3番乗り場にも架線があり、電車の入線も可能であった。第3章、延伸計画。2013年2月、広島市と JR 西日本は、2015年春を目標に旧高土駅方面へ再び延伸することで合意した。その後、踏切設置の調整や駅建設用地取得の手続きに、手間取ったことで、開業予定が2度延期されており、2017年3月4日の開業の予定となった。JR 西日本は同年11月28日に許可申請を行い、2014年2月25日に事業許可を取得した。延伸時には91、2番乗り場を廃止し、旧3番乗り場と、旧側線部分に新設されるホームを使用した相対式ホームに改良されることとなった。そのホーム改良に合わせて従来の西口への通路は封鎖され上下線分離駅となり、東西間の自由通路を設置すると2015年2月6日に発表した。これらの改良工事については延伸改良に先駆ける形で、2016年12月1日に東西自由通路が、12月18日にホームの改良がそれぞれ完成し、使用を開始した。第4章、延伸改良。現在の駅構造は、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。イコカが利用可能。1番乗り場は、上り横川方面。2番乗り場は、下り厚亀山方面。新たに、厚亀山、高度保町川、の2駅が開業しました。厚亀山駅への延伸開業までは、2番乗り場からも横川方面の列車が発車していた。なお、1番乗り場と2番乗り場はそれぞれ改札口が独立しており、改札内では繋がっていない。まさに新白島のようなキセルキラーの素晴らしい駅です。ちなみに一度廃止になった区間が復活するのは、JR、ましてや鉄道省の時代に遡っても、前例がないのです。そのため、この壁線電化復活は、日本の鉄道史にとって歴史的なことでしょう。以上で名列車で以降メモリアル編第3回たった13年間だけの終着駅、壁駅、終わります。と思っていたのか。今回もご乗車ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。いいんじゃないかな。